ちは。こんにちは、豊さん。はい、先日2月11日になるんですけれども、野村克也さんが84歳でお亡くなりになった、虚血性心不全でお亡くなりになったということで、はい、そのニュースが出た時、本当に野球界のみならず日本の全国民の方がびっくりされて、いや、びっくりしましたね。驚いて、うん、でもなんか亡くなったっていうよりも野村さんが置いてってくれたお土産の方が、お土産というか野球界にね、はい、いろんな功績というか、うん、なんかそれがあまりにも多すぎて、なんか亡くなったっていうよりもなんか旅に出られたという、なんかそんな感じがするんだよね。そうですね、うん、で野村さんっていうのは敵将として戦ってたじゃない、はい、で俺がね左バッターで高津が投げてたんだよね、はい、抑えでね、うん、で高津と俺相性が良かったから、はい、ピッチャー変えたんだよ、抑えを、はい、南橋というピッチャーにね、はい、で高津をどうするのかなと思ったらライトに入れたんだよ、ランナー一塁で、はい、ライトにポジション入れたんだよ、でライト下げて、はい、大胆なことするなと思ってて、はい、で打ったらショートの2位当たりでゲッツーでゲームセットになったんだよ、はい、やられたと思ってね、うん、まあ、そういう策も練ってくるし、はい、あとやっぱそれをなんか野村さんのこう、うん、なんていうのかな、こうちょっとこう気持ちを荒立たそうというかさ、はい、なんかそういうことでホームスチールしたことあるんだよね、はい、で、まあ、成功したんだけどさ、その後なんかベンチにバッテリー帰ってバッテリー呼ばれて怒られてたけどね、はい、よしよしとか思いながら、はい、とか、うん、やっぱり野村監督と戦うのが楽しかったよね。あ、それと阪神の時に、はい、まあ、うちが森監督 で、はい、で俺ファーストコーチャーで、豊はお前投入させろって言われてたから、ワンアウト1・2塁でいけるかってセカンドランナーに指示出したらいけるって言うから、よし行けって、で1塁ランナーにも送れんなって言っといたんだよね、はい、そしたらセカンドに投げてきて1塁ランナーがアウトになっちゃったの、はい、でツーアウトのランナーサードになっちゃったわけ、はい、で森監督と野村監督ってさ、やっぱライバルじゃない、はい、もうなんか師匠と言われた、うん、怒られてな森監督に。あ、そうだったんですね。これやっぱ今思えばさ、はい、やっぱ敵将として戦ってる時に野村監督にやっぱ人は吹かせたいとかさ、はい、で恥ずかしいことはできないとかさ、うん、まあ、いろんなことを考えさせられる監督だったよね。相手を意識させるというかさ、はい、でキャンプとか行ってるとさ、いろんな解説者が来るじゃない、はい、でその中に鈴木啓司さんがいて、で鈴木啓司さんがとすごく相性が良かったんだって、うん、野村監督がね、はい、鈴木啓司さんの方が抑えたんだって、はい、でオールスターでバッテリーを組む時に、はい、パパと鈴木とか言って、これがまっすぐ、これがカーブ、これがシュート、これがスライダー、これがフォークって言うんだって、うん、野村監督が、はい、現役の時にね、で、いやいや、野村さん、僕、まっすぐとカーブしかないんですけどって、だからこれとこれでいいですみたいな、はい、ああ、そっかって、うん、その後のシーズン、カモにしたんだって、うわ、いや、だから、球種をもっと持ってると思ったんだって、野村さんは。それが違った、ポロッと言っちゃったもんだから、あ、まっすぐとか5割だなみたいな計算、はいはいはい、あ、じゃあ来いよみたいな、へー、だからそういうね、なんかね、クレーバーなんだよ、すごくすごいですね。でやっぱキャッチャーとしての方がさ、バッテリー感、まあ初球はどこに投げるか、うん、なぜその意味を持つのかっていうさ、そういうミーティングもずっとされてたりだとかさ、うん、もうとにかくキャッチャーとしての野村さんっていうのは有名だけど、バッター、バッティングもすごかったね。そうだったんです、ね、だから8年連続本塁だよ、ホームラン王だよ、で9度のホームラン王取ってんだよ、すごいですね、すごいよ、バッターとしても超一流だから、あ、そうだ、
それもやっぱりデータとか傾向だとか、はい、そういうのを見ながら自分が打っていったと、うん、だからヤクルト時代に新井っていう選手は頭ポカンっていう事件あったけど、はい、なぜ 100% まっすぐ外のまっすぐから入ってくるのにそれなぜ打ちに行かないんだとか、うん、まあそういうことはなんかこうデータ野球 ID 野球とかね、はい、言われたけどもなんかそれは江本さんという人がいて、はい、あのピッチャーのね、はい、バッテリー組まれた、もう昔からそうなんだった、うん、だからこうやって構えてサインが出た、はい、そのサインの意味を考えて投げてこいと、あ、ただ出されたもの、出されたものに対して投げてくんだと、なぜそのなぜその意味があるのかっていうことを考えて投げろって言われたらしい。でも江本さんはそのおかげで勝てるようになったっていうふうにね、はい、まあ話してらっしゃったけど、うん、だけどもなんか野球界宝がなくなったというね、そうですね、まあ、そんな感じがしますね。寂しいですね、うん、まあでも野村さん野球が好きだから、はい、もうどっからでも見てると思うよ。ああ、そうなんです ね、やっぱり、うんうんうん、まあご冥福をね、はい、お願いします、はい。